今ちょっとプロ野球の話をね聞いてるんですけれども、ちょっと週が変わってですね、もう次の週の話になるんですけれどもね、でこれ政界に今度置き換えて考えてみますと、割とこの政界も似てるところがあるんですが、ただ先ほどの、石井さんの話だと、まあ、都市がね都市がやっぱり一番だという話だったんですけど、アメリカの場合は奇数がね結構来るんですよね。年齢関係ないですよね。年下でもね、奇数が上の人は奇数が上と、でも同じ年代になると当然都市とかねいうのもあるんですけど、まあ同期は割とみんなだけどタメ口聞いてやってますよね。みんなもう年は関係なく同期みたいになりますよね。またこれがいいのか悪いのかちょっとね、いろいろ思うとこあるんですけれども、まあいずれにしましても政界も石井さんのこのおられたプロ野球、まあ野球の世界も含めてある種みんなチームプレーですからね。そうですね。このそれぞれスター選手がいたり、このスター、政治家といいましょうかね、大臣になる方先頭にいろんな方おられるんですけど、やっぱり一人で政治できませんしね。そうなんですね、私も野球界長いこといて、で今政治の世界4年間お世話になりまして、共通している部分も多いなと、思うのはやっぱりそのチームっていうのは組織ですよね、で、まあ、自民党政党も組織であって、私が入る前の自民党、まあ、下野した、もう、まあ、ちょっとボロボロだったという自民党は私ちょっと存じ上げないんですけども、ね、やっぱり組織っていうのはいろんな役割があって、で一つの組織をなすと、ね、野球でいうとう、エース先発、投げる5、まあ、先発 5人の柱がいて、中継ぎがいて、抑えがいると、で、例えば誰が怪我してもすぐ次下から上がってくる、2軍から上がってくる選手がいろいろ備えていると、で野手で言ってももう走塁、もうダイソーでこう絶対盗塁してほしい時に盗塁できるスペシャリストがいて、で守備固めでもう最後に守りで絶対守り抜くって言った時の守備固めがいて、で代打でここという時にしっかり打てる人、ずっとレギュラーでいる人もいますけれども、で、ね、役割でベンチの中でベンチを盛り上げる役の人もやっぱり必要なんですよ。で、よくやってました、私も応援部隊 で、 でやっぱり今自民党もすごいなと思うのは、やはりいろんなこう役割分担がですね、今だね閣僚入られてる、まあ、総理大臣、安倍さんとこうやっぱり表出てしっかりやれる人、で 裏で、まあ、国体畑っていいますか、裏でいろんな仕事をする、いろんなこう役割をやれてるなと。そうですね、だから本当にだからそういう意味で言うとチームプレーなんですが、まあ、チームプレーにね外れる人もたまにいるんですよね、誰とは言わんけどね。これがなかなかね困るんですよね。でただ僕たちはやっぱり一番いい経験させてもらったなと思うのはね、私なんかも当選したのが3年早かった7年前なんですがね、でその時は安倍総理だったんですよね、で安倍総理が、この参議院選挙終わった後の臨時国会で所信表明をやって、次の日に体調不良で入院して辞めちゃったというね、まあ、とんでもない、我々安倍総理が一番、まあ、応援して安倍総理の下で選挙やった人間、まあ、参議院全体で負けたんですけれどもね、非常に残念な思い、悔しい思いでいたんですね、でその後、結局福田総理、麻生総理と自民党 の、の総理が2人続いたんですけども、結局もうどん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 、ねじれ状態が参議院でなってましたから、与党でありながらもう数が少ないんですよね、でもかなり民主党に攻められ攻められですね、まあ、そんな中で私は国会議員生活始まって、とにかく、次のですね、下野もしたわけですよ ね、で麻生総理が解散した時の選挙で自民党を負けして下野をして、そしてなんとか、民主党政権を止めなきゃならないと、でしかしそれを止めるにはですね、そのまずは参議院で、それはちょうど石井さんの選挙ですけどね、あの時に、立て直しをしないといけないと、で民主党はですねもう恐ろしいムードだったんです、あの時ね、でもう参議院でも完全に次勝って、もう衆参ともにバシッと押さえてですね、やっていこうということでやったんですよね。でそんな中で突然菅さんが確かに消費税論争が出た時ですよね、で、まあ、消費税当然必要なんですけど、あまりにも党内の議論をしないで民主党がやりましたね、でだから民主党の中が崩れていったわけです、どん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 ね、遠くで山形と秋田と青森で、低所得者に対する日々こう
違うこと言ったんですね。300万以下の方を、それが400万とか200万とかですね。ああいうなんだかちょっとこう行き当たりばったりの、そうそう、であれで思いつきせ、ね、ばっかり出しすぎて、もうそこからも馬脚が出てきたんですけど、とにかくあの選挙でね、石井さんたちの気の方がですね、踏みとどまったんですよ。我々の時よりも勝ったんですよね。でこれが自民党がもう一度政権復帰できる一番の大元があの選挙だったと思いますよね、はい、よくぞ出てきていただきました。いや本当にありがとうございます。私もまあ、22年4年前の年明けにですね、うん、まあ、突然1月、まだ寒い秋田で、雪の秋田で、秋田県連にですね、まあちょっと時間作ってほしいということで呼ばれまして、まあ6月、まあ、7月の参院選にまあちょっと出てもらえないかという要請を受けてですね、1月に、その年の選挙ある年の1月に、告示の5ヶ月前ですね。多分切羽詰まってたんですね。大体1年前に候補が決まって活動しなきゃいけないところが、当時はその自民党がもう下してまだ4ヶ月後ぐらいですから、支持率もまだ 12-13% とかですね、で、あの鳩山内閣でも 40 数パーセントあった時だと思うんですよ。で自民党県連から、秋田県連から要請された人は多分ことごとくお断りをして、断って、でみんなに断られ私お鉢が回ってきたんだろうなっていうふうに、まあ、ちょっと感じはしたんですけども、いかんせんその時は秋田の衆参全ての参議院2議席、衆議院3議席、全て民主党に取られてましたから、そうか、金田先生、空白ですか。で、金田先生が比例復活で、1人自民党の議員が1人で孤軍奮闘してたんですね。神田勝利先生ね。それで、まあ、秋田、とにかく民主党に全てやられてると。でまあ、相手もテレビ局のアナウンサーをやってた方でやっぱ知名度あると。で私自身もそのちょっと1ヶ月ぐらい悩んだんですけども、やっぱり自民党がもう一度その国民の皆さんから信頼を取り戻さなければ、やっぱこの国は大変なことになるだろうということを感じてまして、この民主党に任せたら大変なことになると、もう一度自民党で頑張らなきゃっていうね、やっぱり勝つが力ですから、やっぱり参議院で ここで負けたらもう自民党はよくしかし本当に頑張って出てもらいました。僕もあれ確かね、読まれて行ったんですよね。そうなんです、西先生に来ていただいてですね、そう、僕もその時初めて石井さんに会ったんですけどね、なかなか本当にテレビで見るよりも本人は、もっといい男でしてね、本当にただそういう先生ね、その要請された時はですね、政治のになかなか関わってこなかったんですよ。で特に野球選手も多分芸能人も一緒だと思いますけど、なるべく政治の色がつかないように、例えば選挙にもう関わらない、なるほど、ね、その首長選挙となるとこう敵味方がものすごくはっきりしちゃうんで、一切選挙に関わらずに、その46年間ですかね、生活して突然ですから、まあ、政治のことが分かってるかって分からない、全くゼロからですね。だからその告示当日に出陣式だと、何ですか出陣式だと、なるほど、もうそのレベルですよ。そうか、それ行事も参加したことなかったからね。出陣式終わって選挙がでいよいよ出発だという時、私後部座席番のですね後ろの僕下でですね何やってんだお前、候補者前だろ言われて、すいませんって言いながらそれでその選挙戦が始まって、なんだかその助手席でマイクが置いてあって、はてさてどうすりゃいいんだから始まってるわけですよ。すごいねそれで、マイク持って俺何を言えばいいんだかわからない状況で、で最初の2日間がですね、朝8時から夜8時までがものすごく長く感じたんです。そうですよね、5分10分がですね、もう時計、車の時計見ても進まないんですね。俺17時間持たないなと思ってですね、ところがその途中7日目8日目ぐらい全県をこう回ってて、おじいさんおばあさん高齢者の方がこう走るのもままならないような方が一生懸命走ってですね、頑張れ自民頑張れ石井頑張れと。いやそれね、そうだと思うんやね。僕らもね、京都、まあ秋田も京都も同じことですけれどもね、全県1区でやりますよね、広いですよね、そうすると本当にね、もう夏の暑い時ですからね、体体力生まれてくたくたなってくる。ところが遠くでね、我々の声を聞いて、おじいさんおばあさんがねタオルをね振ってくれてるわけですよね。寄ってこられる方もいるでしょ、そしてもうそうするとね、もうこちらもね疲れてもふっとこう目覚めてね、知ってもなるし、でもう降りてね走ってね、ありがとう走りましたよ、ね、でね、やっぱりもう途中で、ね、涙が出るでしょ、僕もそうでした。だから本当にね、
あれはあの厳しい選挙で、そういういろんな方にね支えてもらったなっていうのものすごく今思い出しても涙出てくる気持ちになりますよね。やっぱりそれ政治家にとってあの選挙っていうのはある意味ね、そういう大事な経験ですよね、やっぱり、あそうですか。あの最初はやっぱり渡したい相手の候補者と思ってたんですけど、これはもう自民頑張れも自民向け頑張れと、そういう声がですねやっぱりこう受けてですね、これは俺の戦いじゃないなと、これ国がかかってくるなと、そうなんですよ。それで非常にもう途中からですね、朝から夕方まであっという間にですね、それだけ集中してたでしょうし、アドレナリンも出てたと思いますし、あっという間にこう過ぎなかったですね。やっぱり才能あるんですよこれね。あのこれやっぱり僕ねずっと思うのは、政治家やっぱりある種の才能がある人ないとダメでね、それもちろん頭がいいとかねいろいろあるんでしょうけれども、それよりもやっぱりねその気持ちが分かる人なんですよね。この国民の気持ちが分かってそれに反応できると、で常にね臨機応変にそのことがパッパッパッできる、やっぱりそれが頭いいということなんですけれども、でそれはあの単に勉強ができるとかじゃなくて、やっぱりねそういうセンスがなければね、でスポーツマンで臨機応変に監督のもとねやってこられたでしょう。で上下関係もそうだし、まあ、そういう中でやってくることというのはあの政治の世界というか、要するに人間関係論で一番大事なところですよね。だから政治の世界というのはある種その人間関係論の一番の凝縮されているところですから ね、はい、だからそこでずっとやってきたから、それはもうものすごくね、あ政治そのものは分からなくてももうどっぷり初めからいけたんじゃないですか。まあ、あの私議員になって4年になりますけど、初めて褒められましたよ、他人に。あそうそうです。いや本当に、ね、あのまあ全くゼロから始まってますから、あの西田先生もあの地方議員、府議会議員もやられてて、国政来たらシステムが違うと、慣れるまで2年ぐらいかかったと。で私なんかその慣れるも何もですね、知らない、ゼロからですから、議員運営委員会って何ですかっていう世界から入ってきてますから、本当あのまあ学ぶことを勉強しなきゃいけないことたくさんありましてですね、で最初の3年間はまあ国対委員としてまたあの、ただ表面上のことは分かるんですよね、ただその去年の秋から文教科学委員会の筆頭理事を仰せつかって、それでまあ西田先生今あの厚生労働ね、あの委員会の筆頭理事やられてますけど、理事をやるとものすごくこうどうやって委員会立てができるか、どういう交渉してるのか、どうやって委員会が立ってこの法案が、ね、あの成立するのかってよく分かりましたし、先人が大変苦労されてその現場で筆頭理事で相手の筆頭と交渉する、いろんな難癖つけられるいろんなことがあってのこう委員会立てっていうのがですね、はあ、皆さん先輩方は本当苦労されて、そうですね、だからまんまりそういうところはね、しかしね誰もあの報じてくれないし、全く、ね、あの地元の人たちもそういうのは分からないですけど、ね、分からない話ですけども、そういうあのテレビで報道されたりね言われるところの違うところで、実はいろんな方がいろんな苦労して一つの法案が成立されてるんですよね。だからそこはやっぱり、ね、ぜひ皆さん方にも知っていただきたいんですけれどもね、だからまあ私は本当に石井さんは見てましてね、あのいろんな経歴の方があの国会議員衆参おられますけれどもね、やっぱりあの非常にあの真面目ですよね、で本当に一生懸命されてるなというのは僕いつも好感持って見てましてね、ありがとうございます。で体も大きいしね、頼もしいですしね、やっぱりその辺が一番、あだからその要するに人格的に信用されるって一番大事なんですよね、これはものすごく。西田先生ね、野球選手でもですね2種類タイプがいまして、ピッチャータイプと野手タイプと違うんですね、野手はベンチからの指示通りに動くんですよ、そういう修正も組み込まれちゃってるんですね。なるほど。ピッチャーはまたちょっとタイプが違うんですけど、あの別に堀内さんの批判してるわけじゃないですよ、あの野手はですねベンチから何歳になっても40超えても大ベテランでも、どれだけタイトルをいくら取っても、ベンチからのサイン通り動くっていうのが野球なんですよ、野手なんですよ。なるほどね。だからこれをやれと言われたことに対しては責任を持ってやるんですけども、自分から自ら何かをやっていく習慣がないんですね。なるほど。これ ラガーマンと違うと思います。自分は野手だとおっしゃってるわけです。そうなんです。だからこれをやれと言われたらやれる範囲では必ず責任を持ってやる。だからそれは一つ大事なんだけど、これからどっちみちあのピッチャーになっていただいてですね、あそれぞれあの堀内さんにまあなんとか追いついてください。